まさき舞の仕事について。共演してみたい俳優は、共演してみたい俳優は武田真嗣さんです。出演してみたいテレビ番組は、テレビ番組はドラマとかに出演したいです。共演してみたいコメディアンは、共演してみたいコメディアンはつぶやきしろうさんです。ビキニとワンピースどっちが好き、ビキニの方が好きです。ライバルはいますか。ライバルはいるけど誰かは秘密です。寝る直前にすることは、寝る直前にすることは電話します、友達に。最近ドジな話を、最近ドジな話は、この間スキーやってたら、スノボをやってたらスキーに突っ込まれたことかな。して足にあざができました。アイドルにならなかったらどうしていましたか。この業界に入んなかったら普通の OL さんやってるかな。化粧の時間はどのくらいですか。普段は化粧はしないんで3分ぐらいです。目標とする人は、目標とする女優さんは中山美穂さんで、好きなアーティストはグローブの恵子さんです。まさき舞の未来について。これからやってみたいスポーツは、これからやってみたいスポーツはサーフィンとかボディーボードとかやってみたいです。どんな映画を見に行きたいですか。今見たい映画は101匹のワンちゃんが見たいです。生まれ変わるとしたら男か女。生まれ変わったら今度男の子に生まれ変わってジャニーズに入りたいです。どんな女優になりたいですか。人を引きつけるような女優さんになりたいです。映画の中でヌードになれと言われたら、例えば大物女優になって脱げって言われたら絶対脱ぎます。今一番やりたいことは、今一番やりたいことはとりあえず仕事をしたいです。今チャレンジしたいことは、今年チャレンジしたいことはやっぱりいろんな仕事をチャレンジしていきたいと思ってます。どこに行きたいですか。行きたいとこは海外とかにもいっぱい行きたいんですけど、でもディズニーランドとか最近行ってないんで遊園地系に行きたいです。彼氏の浮気を許せますか。絶対許せません。将来の夢は、将来の夢は女優さんになることです。まさき舞の過去について。から胸が大きくなりましたか。胸が大きくなったのはあんまり覚えてないんですけど、だいたい小学校4年生くらいです。今までした一番悪いことは、幼稚園の時に男の子を泣かしてしまったことです。今まで一番嬉しかったことは、今まで一番嬉しかったことはこの業界に入ったことです。海外旅行行ったことはあります。クリスマスプレゼントをあげたことはあります。バレンタインのチョコをあげたことはあります。最近ないことはありますか。最近は昨日ドラマを見て泣きました。クリスマスは何していましたか。クリスマスは女の子の友達と一緒にいました。寂しい。バレンタインは何をしていましたか。バレンタインデーは何もしてなかったんですけど、バレンタインデーの2日前にケーキを作りました。
今までの中で思い出の映画は、ね、ラブシーン系とかが好きなので、マジソン君の橋です。お先前の好みについて、得意なスポーツは何ですか？得意なスポーツは新体操です。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は焼肉と中華です。嫌いな食べ物は何ですか？嫌いな食べ物は食べれるんですけど、カレーライスが嫌いです。何色が好きですか？好きな色はピンクです。好きな動物は何ですか？好きな動物はウサギです。水動物園は好きですか？動物園は好きです。水族館は好きですか？水族館も好きです。好きなミュージシャンは、好きなミュージシャンはグローブのけいこさんとアムロです。ブランド品は好きですか？ブランド品はプラダとグッチが好きです。好きなおにぎりの具はシーチキンと納豆が好きです。